おー、ちょっと一覧っぽい。一覧だ。皆さんこんにちは。一覧のカップ麺を自作しようと思います。おお。どうして？一蘭のカップ麺がどこにも売ってないんですよ。はい。マジで10軒以上をコンビニ回ったんですけど、もうどこにも売ってない。売ってない。ただね、食べたいんですよね。食べたい。めちゃくちゃ食べたい。毎日もう本当に一蘭のカップ麺の夢見るぐらいには食べたい。うん、食べたい。相当。相当なんだよ。だからもうないなら作ってしまえということ。おお、逆転の発想。買えぬなら作ってみせようホトトギスと。なんか全然しっくりこへん。作ります。はい。ただ作るからには、うん、楽して作りたいわけ。はい。だってさ、カップ麺ってもともと楽して作るもんじゃん。うん、それをさ、すげえさ、なんかいろんな材料が買い揃えて作るのはさ、うん、大変じゃん。そうやね。そう。俺はもう何回でも再現したいから。うん、だから目には目を、うん、カップ麺にはカップ麺をということで、どこでも買えるカップ麺で再現する。カップ麺を。何ですか。これですよ。一風堂。そう、このセブンイレブンに売ってる一風堂のラーメンが一蘭にかなり近いんじゃないかな。確かに私見間違えてそれ何回か買おうと思った。これ似てるよな。うん、一蘭やと思ったらあ、一風堂かって。細麺で豚骨、うん、そうで、この細麺の細いこの麺のさ、カップ麺ってあんまないのよね。あー、確かにね、あんまないのよ。これ多分現状一蘭のカップ麺に限りなく近いカップ麺なんじゃないかなと。おー、なるほどね。ただね、これをね、そのまま作るだけじゃ一風堂になっちゃうんですから、うん、今回は一蘭ってさ、秘伝のタレって載ってんじゃない、うんうん、あれを作ろうかな。真ん中の赤いやつ。そう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 、赤いやつ。あれを作ってこれに乗っければもう一蘭になるんじゃないかな。なるほどなるほど。ここら辺のね、麻油とかを今回使わずに、そう、タレだけ乗っければ、なるほどなるほど、ぽくなるんじゃないって。作りましょう。はい。秘伝のタレってどうやって作るの？そのね、秘伝のタレをね、どうやって作るんだろうって思って YouTube で検索したら、うん、一蘭っぽいラーメンを作ってるチャンネルがあった。もういたん？え、もうやってる人いたの？その人はスープから作ってたんですけど、あ、はい、ラーメンロタスさんっていうね、チャンネルがあって、すごい俺好きなチャンネルなんだけど、うん、その人がラーメン屋さんなんだけど YouTube でそのいろんなラーメンの再現とかで一蘭っぽいラーメンっつってタレを作ってた。なるほど。そのタレをちょっと今回。あ、じゃあうちんちはカップ麺やから丸かぶりではないか。あ、そうです。ああ、よかったよかった。うちの方が手抜きです。ああ、よかったよかった。でもう早速作ろう。はい。まずですね、みりん、これを 50cc なんで、ちょっと 50cc が大体どれくらいか、これ分かんないけど、これ大さじで3045、これ多分50ぐらい。本当に？いやいや、50。あ、そうなの？これ50。ここに、砂糖 5g。ね、ラーメンロタスさんはね、ちょっと俺の中でね、思い入れのあるラーメン屋さんで、うん、もしかしたらこの動画ラーメンロタスさんに届くかもしれないから、うん、言っておくんだけど、うん、その昔僕ね、軽音楽部で、まあ、バンドが好きだったんですけど、うん、そのラーメンロタスさんの店主さんの弟さんがやってるバンドがすごい好きで、へー、まあ正確にやってたのかな、解散しちゃったのか、そのヤングっていうね、ヤングって名前で、もうヤングって名前になる前は佐藤敏夫っていう名前のバンドでやってたんだけど、めっちゃいいの。へー。でそのヤングが毎年伊豆で、伊豆のねバンドなんだけど、うん、その伊豆でねフェスみたいなやつで行ってたんですよ。へー。そうで、解散のライブもそこでやって、悲しかったね。楽しかったけど影響を受けた。まあすごい好きなバンドで、うん、でそこでもロタスさんがラーメン作って出してた。すごいコンビ兄弟やね。そう、ちなみにそのヤングのボーカルの人は今は、うん、ラーメンヤングっていう、うん、ラーメン屋やってる。あ、兄弟でラーメン。そう、ラーメンロタスとラーメンヤングで。へえ、ラーメンの才能がすごいね。ラーメンの才能。いやでも歌めっちゃいいんだよ。ヤングで調べて聞いてみて、めちゃくちゃいいから。で一味を 10g、うん、あ、だいぶ入れるんやね。これ 10g だから結構入れるね。決して測らないね。うわ、辛っ。そんなに？いや、あれ結構辛いし、だって辛かったっけ、あれ。辛い。でもあれなんだよ、あれってね、甘いんだよ。俺秘伝のタレが好きでさ、一蘭の、うん、辛いけど甘いの。なんかね、あのタレ甘いの。あのタレだけでね、食べたことある？ない。甘いね。へえ、こんなに唐辛子入れてんのに。あ、なんか入れすぎたかも。はい。入れすぎた？いや、大丈夫。え？ナチュラルに大失敗してる。ニンニク2グラム。はい。はい。で、豆板醤15グラム。うん。そのラーメンロタスさんの俺が見た動画はもう豚骨からスープから作ってたからさ。本格的に作りたい人はもうそれ見て作ってます。はい。豆板醤15グラム。で、油を30グラム。30cc か。おい。おお。おお。辛そう。はい、こんなもんでしょ。はい。これですごい弱火にかけて混ぜると。はい。さあ、これで混ぜて、これこんな感じでクツクツとしてきたらいいっぽい。なんかぽいよ。ぽいよな、匂いかなり。俺ね、このタレがマジで好きだよ。このタレをなめに一覧いってるようなもんだから。本当に。そんなやつおる。本当。私はラーメン食べに行ってるわ、一覧には。ちょっと舐めてみます。ああ。一味多かったな。辛い。ミスった。みりん足します。うん、甘さが足りねえ。砂糖だ、砂糖。もっと強烈に甘いんだよな。結構入れた。こんなに作っちゃった。何回でも作れるこれ。しばらく。いいかも。できた。いいかも。砂糖ちょっと多めで作ってみたらいいかも。え、そんなに。うい、これが秘伝のタレだ。秘伝っぽい、秘伝っぽい。はい、というわけでタレもね完成したので作っていきましょうか。はい。もうこっから先はただカップ麺作るだけだから。いやー、どうかな。一蘭のカップ麺買ったことねえからさ、深い味になるのかわかんないけど。ただ一蘭の味は覚えてるから。そうだな。一蘭に近かったら成功ということで、これでさ、これ一蘭に近かったらさ、一風堂と一蘭が似てるってことになるのかな。兄弟じゃん。え？そういうこと？さっきのエピソードで言った。あ、そういうこと。火薬、ただこれ火薬入れるか問題もありますね。一蘭のカップ麺火薬ついてないから、ね。やめよう。やめますか。心を鬼にしよう。じゃあ心を鬼にして火薬は入れない。やめよう。辛味噌とかも米油とかも入れずに。あ、これも入れたかのか。入れたいのか。これだけね。他の料理で使おう。これ一蘭にも一風堂にも喧嘩売ってるかもしれない。一風堂からしたら屈辱的やろな。確かに。これ3分ね。3分。タイマーは2分半。うわ。よし。かっこつけたな今。俺こんなの iPhone 機能知ってます。あ、だって IT 企業に勤めてましたから僕。僕以前 IT 企業に勤めてたんで Siri でもっぱらストップウォッチやります。やるでしょ。2分半にしよう。3分だけどちょっと固めにね。うん、うん、そうそう。固張り。だってバリ固張り。そんな間違いだった。固張り。あ、来た。麺の細さは完全に一蘭。確かにな。ほんまよね。うん、いや本当に細麺の豚骨売ってないんだよね。ね、スープは似てるのかい？どうなんだろうな。俺も久しぶりに食べるからわからん。一応同じ豚骨ですから。うん、全く違うってことにはなんないと思うよ。最近粉末スープをさ、独前にお入れくださいってあるやんか。どういうつもりなのな。なんで粉末なのに直前なのって昭和生まれは思っちゃう。混乱するね。うん。あ、でもこうやって見ると結構ちげえな。え、違う？なんか一蘭ってもっと油が浮いてたの。一番あかんタイミングや。あとは任せた。伸びないうちに続きをやってくれ。私の分まで。早く来たな。起きちゃったね。短かったね、お昼寝ね。あ、これじゃない。寝ませんでしたのでもうそっちのサークルで遊ばせて食べたいと思います。お昼寝短かったなんでやろう。はい、というわけで気を取り直してちょっとねスープをこのまま飲んで近いかどうか。あ、美味しい。うまいけどちょっと違うな、やっぱり違った。違う？なんか一蘭の方がもっとオイリーな気がするんだよ。一蘭の油少なめって感じだな。あのこってりの丸のやつを左にやったみたいな。ちょっとここにサラダ油足す。これ本当は多分ラードとか足した方がいいんだろうけどいや、より一蘭に近づけるための工夫ですけどで、ここにこの辛みだれを。おお、ちょっと一蘭っぽい。一蘭だ完全に一蘭だ。すごい、すごいね。近いよこれ。一蘭やいただきます。いただきます。これはあえてちょっと混ぜずに。あ、辛い辛い。近いぞ。すごい。秘伝のタレ結構近くない？美味しいさ、一蘭一回しか食べたことないねやんか、だから一蘭の味全然覚えてないねやんかでも美味しいわ。うわ、すげえこのタレ。一蘭限りなく近い。ここにさ、ブートッピングしてもいい？いいよ好きに入れてください。なんか物足りへんねやな。次チャーシューも買ったんでちょっとにがね、泣いちゃうので近くに来ました近くに来たよエリアここに。ちょっとね、今食べてみて思ったのはちょっと反省点がいろいろあって、油のタレの油の量をもうちょい上げた方がいいのかもしれない。砂糖は多いぐらいが良かった。これぐらいがいいかも。で、サラダ油をちょっと足すのはかなりベストでした。あ、そうなんです。完食。辛っ。辛い。ちょっとやのめっちゃ辛いね。入れすぎためっちゃあるで。まだこんなあるで。ラーメンとかに入れましょう。視聴者プレゼントしてるこれをさ、一風堂に持ってってやろうぜ。ふり一覧になるで絶対やった、ね、絶対ダメ絶対ダメ。両方に怒られるから一覧と一風堂。まあ理想の一蘭味、完璧とは言えないけど相当近いものにはなりました。相当近いと思いますこれ。だから皆さんも一蘭のね、カップ麺が手に入らなかったらこれで作ってみてはいかがでしょうかちなみに一蘭のカップ麺を買うよりお高くつきますんで。最悪や